あ、スタッフロールかな。おお、ね、いやー、第一部終わりましたな。お疲れ様です。お疲れ様です。いや、お疲れ様でした。皆さんまだまだありますけどね。一区切り。ありがとうございます。いやー、お疲れ様です。終わりでございます。です、よかったよかった。さあ、ということで、ということで、ということでね、まだまだ続きますよ。はいはい。一応殿堂入りしたということで、あの、同じルートを共に進行というのはこれなくなります。ああ、そうだったそうだった。この後の予定なんですけども、はいはい、まあ、やることは信用図鑑をまず完成させないといけないんですよ。この完成っていうのは全部捕まえるってことじゃなくて、全部見るってことです。なるほど。信用図鑑に載ってるやつを、そうしたらいろんなことができるようになります。新しく捕まえれるポケモンの幅がバッと広がります。その次が、自慢の裏にはポケトレ、パルパーク、大量発生、ダブルスロット、227番道路で、上のなんか鋼鉄島、あ、鋼鉄島もあったな、行ってなかったね、もうやっていこうっていうので感じです。把握しました。なるほど。で、仮眠の順番はパルキア、ディアルが争奪戦で決まった通り。やったね、そういえばね。ユクシとかアグノムは図鑑完成にもいるよな。ああ、全部見ないろいろ。エムリットイベントもあるし、鋼鉄島でリオルにも。リオルってもう見てる？ルカリオは見たけど、リオルは見てないのか。じゃあ鋼鉄島行ってやらなあかんのかな。そうね。あ、そういう、で、あと EV、よすがして行って、取れるし、なんやっけ、グレイシアとなんちゃらみたいなんて、EV は図鑑の完成の後か。じゃあ、鋼鉄島でリオル。鋼鉄島行って、H 子、リッチ子、シンジ子やって、トレーナーやって EV？ トレーナーやって EV 争奪戦？それともトレーナーで完成した順に EV？ おぉ、なるほどね。これってさ、俺思うんだけどさ、これさ。うん。トレーナーにさ、バンバン間違ってぶつかりまくってやつが有利じゃない？今までバンバンぶつかりまくってやつが有利だな。シャキリ君、その言い方トゲがあるで。トゲ君怒ってんのかい？いや、これはトレーナーに間違って会った人が有利とかじゃなくて、うん、争奪戦でそれしか会わなかったっていうね、優秀な人の証なわけじゃないですか。オッケー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 。じゃあ、まあ、とりあえず争奪鋼鉄島行くか。鋼鉄島で リオル争奪戦か。そうだね。じゃあ出発だ。では、リオル卵争奪戦でございます。やーい、やーい、よっしょ。いや、でもここ1時間かかんねやろ。1時間かかんの。ここマジでいける。あ、もらいました。あ、え、あ、はあ。じゃあまずどの湖からやる。近いところからリールは一番最初の町のところのさ。あ、いた、ほんと。話しかけてみるか。はい。お、キャウン。え、これでもういいってこと？どっか行っちゃった。これで多分図鑑に乗った。おお。ああ。てかこれで乗るならさ、なんか3体一緒に乗ったやん、あいつら。あいつ乗せろよな。見たよな。うん。弱っていたやつでね。よーし。で、残り2つのやつは今から固定シンボルで争奪戦でーす。よし、捕まえるぞ。それでは、伝説ポケモン、イカ争奪戦。よーい。あい！はい。うわ、何やねん。おー、演出がかっこいい。あー、BGM いい曲なのでは。うわー、見た感じは、でも色が違うぐらいなんだな、さっきのピンクと。がっつり終わらそう。シャドウボールや。まず、眠らせる。まあ、眠らせられたらいけるんちゃう。あ、ほんと、人力こんな気候だろ。おお、お、見て、うわ、すげえ。やった、赤になったぞ、ちょうど。騒いでると眠らないんだ。よし、その前に眠らせたね。よし、じゃあ、俺はもう投げちゃえ。はい、ボール。ずっとからボール。登場の。ガオ。エヴァボールゴー。はい、悪のハード打ちますよ。あ、よし、完璧やん、これみんな。めちゃめちゃみんな結構いい勝負できるんかね。
あ、これ待って、死ぬのか、嘘だろう。あ、そう、やめろ本当に効果抜群なら言わんきゃ。オッケー、さあ、いよいよ、やばいな、全然入らんな、うん、おー、さすが伝説のポケモン。まだ入るのか。いけ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 、なんか知らんけど捕まれ。ガッツして汚れだよ。別に眠らんのに捕まれ。ハイパーボールいいね。はい、もう揺れもしないじゃん。おお、あ、いやーしたー、しかーうわ ー, うわー、あ、逃げられない。てか、ね、眠らす手段ない、俺フリー。アグノム、石ポケモン。ユクシー、エムリット、アグノムは同じ卵から生まれたポケモンと考えられている。よっしゃー、伝説ポケモンゲットしました。変なやつ、争奪戦。うい。いきまーす。レディーゴー。絶対捕まえるぞー。この始まる瞬間はめちゃめちゃかっこいいよな。なあ、このイントロいいよね。わあ、見た目マスクじゃねえわ、こいつ。捕まえるぞ。なんか気持ち悪いな。かぼちゃみたいな。どうだ。とりあえず、オールバックというか。あくびスタートで。ユクシーがあくびをしてきたよ。ボール投げますか。ポイポーイ。これ、電撃が超効くパターンか、これは。ひょっとして。そんなことないんですよね。あ、ネタやったぞ。ビークチャンス。到来。削るぞ。いや、全然減らねえな、俺の攻撃。はい、ルートビーム、ほいほいほーい。もう、電撃強いね。ガンすごい。ユクシー、知識ポケモン。知識の神と呼ばれている。目を合わせる者の記憶を消してしまう力を持つという。オリ。オリ。オリ。あっという間やな、伝説。よっしゃ。じゃあ、それぞれ図鑑を埋めて、埋めたら、イーブゲットや。行くぞ。先着2名ね。ヤギミポ、これよく考えたら空飛ぶ圧倒的有利やんけ。ねえ。おっしゃ、順番に教えてくれや、みんな。あ、でもカンナギでさ、伝説のポケモン。隋の遺跡に行ってあんの見てこよう。決めた。白帯の森。白帯の森ってどこ？白帯の森ってどこ？ここの野生に出てくるってこと？野生には出てこへん。トレーナーってことやんな。ちょっとあんのって一番奥に一匹がいるっていうか、あの例のパターンじゃないよね、まさか。絶対そのパターンだよ。虫キッズが持ってる。なるほどね。こいつ虫キッズちゃうやんけ。おお、これか。そうだね。オッケーかな。あ、虫取りおったー。来た来た来た。5374続報希望ぬ。その本を読むことは何が得られるのか。あんの登場。ミノムチ来たー。ありがとう。ミノムチか。ないのもいや。よっしゃ、次行くぞ。アンノン、ありがとうございます。え、アンノン？アンノンどこやったん？アンノンはアンノンだよ。アンノンの遺跡。アンノンの遺跡。もうそろそろアイテムが必要やで。何の？あの、アンノンの遺跡の地図、遺跡マップみたいなやつがないとダメで、入れない。それはどこにやろ？ミナモシティ。ミナモシティは、ルビサファって、おい！ミナモシティないやんけ、おい。真面目にミナモシティ探したらいいんだ、おい。全然優しくないやん、お前、おい。ごめん、ミナモじゃない、なんだっけ ?214 番大人のお姉さん、214番大人のお姉さん、214番大人のお姉さん、よしよし。何が？わかんない。わかんないけど。わかんない。わかんないけど、214番大人のお姉さんは大事っぽいぞ。みんなまだも、214のお姉さんね。どこだろうな。214。え、ドジョッチっていうのはどこに？早っ。え、見つけたのお前あいつ。何を？ミノムッチ。無人のマダム。全然。その次聞くん。いや、ここにお寺のお姉さんがいるから、その次の情報早めにも入れとくっていう。214。なるほどね。ドジョッチが212ってこと？ミノムッチ。釣り人どこだ？212番の釣り人から。教えてもらえるのがドジョッチね。212番釣り人、212番釣り人。あ、違う、こいつじゃない、大人のお姉さんやろ。あ、よしよしよし。あ、それだ、絶対それだ。
ちょっともう超邪魔なんですけど、この大人のクラゲ。204番の釣り人やっけ、どっちは。オッケーオッケー。やめろよ、そうそう。俺が聞いた情報を利用すんの。おっとおっと、ミノマダム。ミノマダム、223ビキニの上さん。オッケー、223ビキニの上さん。多い。いや、お前、どっちはもう多い。全部入ってるから、頭の中に、ちゃんと。ガメル、210番の道路。に、持ってるトレーナー、何のトレーナー、外見はどんな感じ、特徴教えて。必死すぎん。エリート、210番のエリートね。よしよし、ミノマダムゲットぞ。次行く、次。こっちか、こっちか、こっちに、こっちにおんのか、こっちのどこにおんねん。ブジャーン。あ、黒毛さん。俺は黒毛さん。はい、揃いました、ありがとうございます。マジ、もう終わったお前。終わりましたよ。うっせやろ。皆さんテンポが悪すぎますね。なんで、どういう裏技を使ったの、どういうやり方したの。図鑑150です。ありがとうございます。それもともと多かったからな。141くらいだってずるしとったからな。そう、そのあれで、あれで、あれで、あれ、あれやっとったやろ、クラゲ、あれ。あれやっとったやろ、お前。あれ、反則ギリギリだぞ、あれ。お前、あれやりやがってよ。212番道路にいるの、ちょ、え、ドジョッチって どれ、みんな、黒金ゲートのリールってどこ、もっと下か。俺見たかも、そして。エリートトレーナーの特徴教えてほしいねんけど、エリートトレーナーって何、帽子かぶってんの、緑の服、それはキャンプボーイか。エリートトレーナー、純也。純也って言われても、その外見で分からへんやんけ。エリートトレーナーってどんなんやねんって、エリートっぽいってなんやねん。エリートっていろいろおるからさ。クラゲ何してるん、ちなみに。俺は今、七かまど博士のところに結局戻るほどになるよって言われてるので、戻っていまーす。おーい。なるほど。おい、来た来た、よし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 。ミッキーミッキー。これか、違うな、これ子供やな。ありがとうございます。もっと奥、あっちからよかっ行った方がよかったんか。じゃあエリートトレーナーを探してんだけど、あ、ガメル来たやん、こいつやん。次は224か。土壌の次は、次何、みんな次俺がないの何。そこまで任せてんねや。分からへん、もう脅威の質問じゃない、今開けへんから。みんな蛍光の進化系の名前忘れちゃったけど、あいつここ223だっけ。そこもっと左行ってしまうじゃん。え、こっち、あ、もっと左、うん、そこの下に行って海、波乗りして、そうそう、で、波乗りしてって、はいはい、え、右に行けるやろ。行けるな。俺がお前にペラップを取られたところやから絶対忘れへんで。めんどくせえ。俺ペラップも見つけに行かなあかんねや。めんどくせえよ。絶対許さんクラゲ。これか、212の釣り人。こいつであれ。おー、来た来た来た。やばいやばい。どうぞ、ち来たー。サンキュー。みんなこれ、この、おいぼれ ?3 体。おー、こいつだったじゃん。おー、道場いたー。いたー。道場、あ、やった、やりました、揃いました。ありがとうございます、皆さん。150匹、ありがとうございます。150匹でーす。あ、やったー、ベラップ。これだ。よっしゃー。よっしゃー。この人、この人、この人、それそれそれ。うわ。出へんね。じゃあ、そう、地下に行こう。あら、出た。3でしたね。出た、出た。ピチューが隋の下。これか。これ誰、ブリーダー、ブリーダーってどれ、ブリーダー上にブリブリしてる。こいつがブリーダー、女。ラブラブラブじゃん。これがブリーダー、これ顔があるじゃない、違うの、その帽子かぶってるやつ、それ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 、こいつそ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 いつ、間違いない、違うって言ってんだよ。いや、そいつだって、ナオヤ、ナオヤ、オランドだ、こいつ女じゃない、右のハゲの人じゃない。いや、俺は帽子かぶってる人だと思うよ。バンダナしてる、こいつバンダナ、これバンダナ、明らかハゲでしょ、ただの。でもピチュー、こいつがピチュー持ってるとは思えへんけど。そうでしょ、
絶対あのぐるぐる回ってるその下だって、その下だろ明らかに。こいつ？この女？そいつそいつ。めっちゃクソ遅延じゃん。カウガールやん。めっちゃ多いし。しばしばがなんでそんな嘘つくの？騙されるかなと思って。いいわ。騙されたけど待つんお前。これピチューなん？その双子だと思うよ。え、マジであの双子じゃなかったっけ、ピチューって。バンダナおらんねんけど、どこ？可愛い子が可愛いポケモン使った気がするんだけどな、ここで。ナオヤって言ってんで。そうか。あ、あ、ハルキやで。赤のバンダナなんていないんだ、そもそも。なんやねん。このくだりなんなん。わからへん。誰が得するのこれ、本当に。あ、でも出るやん。あ、出てきたの。ハルキやんけ。ナオヤって誰やねん。おー、アンノンや。これで150匹だ。はい、焼き分終了でーす。お疲れ様でーす。あー、終わった終わった。150。お疲れ。はい、じゃあようやく埋まったということで博士に店に行きましょうか。はいはい、はいはい、オッケー。さあどうなるんや。博士ほらめんどくさかったぞボケ。頑張ったぞ。おい、ほら。あれこっちだったっけ？あ違うわ。あ、ほら。これあれじゃない？大木田博士。大木田博士じゃない？大木田博士やって。どうも、はじめまして。わしが大木戸じゃよ。タメ口じゃん。そりゃそうやろ。全国バージョンにバッジョンアップした。やったー。トリックのことできるぞ。パルパークとかいろいろできました。やったやったー。やったー。うわ、めっちゃ図鑑の空白。ほんまや。えぐ、今何気なくページめくったけど、えぐいぐらい増えてんな。すげえな。今までのトリックが。リオル波紋ポケモン。しなやかで強靭な体。3つの山と2つの谷を一晩で越えることができる。図鑑が完成した先着2名が、私、ショダゴンクラゲと、しもやかくん1着2着でしたので、EV 獲得。やったー。